藤田文雄君に対し質疑の申し出がありますので順次これを許します和尚英一郎君会長和尚君自民党の和尚英一郎でございます本日は大変貴重な機会をいただきました時間もないことですので早速質疑に入らせていただきますただいま岸田総裁から国民との信頼関係をしっかりと なないいいいいいでいかけければいけないというご覚悟たただきました私ども、党所属議員一同、一人一人、徹底した活動を通じて、国民の信頼回復を図ってまいりたいと、そういう覚悟でございます、えー。とりわけ、本日、成林審開催にあたりまして、岸田総裁自らが出席をすると、こういうことになりました、えー、それは私ども、昨日までは全く考えられなかったことであります。 ぜひ総裁が自ら成林審に出席をされて、えー、されるに至った思いそして今国民に対して伝えたいということを端的に改めてお聞かせいただけたらと思います<上>岸田君はい、あのこの成林審をめぐりましては関係者の皆さん与野党を通じて 開催に向けてさまざまな努力を続けていただいておりましたが、開催方法等を通じて、調整がつかず、開催の見通しが立たない、こういった状況を私自身、承知しておりました。そもそも私自身は、この成立審というものは、その成立審規則に明記されているように、その議員本人の意思が尊重されるものであると。 ということを申しし上げてきましたそういった、まあ、その整理士のルールが最大限尊重されるべきだというふうに申し上げてきたところでありますが、しかし、この現状をこの見た場合に、このままではこの国民の皆さんの政治に対する不信、これはますます高まってしまう、強い危機感を感じました。ここうしたことを踏まえて この私自身この前例にとらわれることなくマスコミオープンで説明責任をこの政理審において果たさせていただきたいこういったことを決意いたした次第でありますそしてご質問はそこで何を訴えたいかということでありますがまず一つは今回の事態を招いたことについて自民党総裁として改めて 心からお詫びを申し上げるということ、そして今、政治は大変大きな責任を担っている重大な時だからこそ、信頼回復に努めなければならない、私自身、自民党総裁として先頭に立って、信頼回復に向けて努力をしていく、その覚悟を示させていただく、この2点、特に申し上げさせていただきたく、来させていただいた。 こういった次第であります会長、和尚君今回の,です、ね、あの派閥の政治資金の問題でありますがあの、捜査の結果、刑事責任の有無につきましては決着がついたとなっておりますが、えー、捜査自ら、道義的責任、政治的責任は別だと、そしてそれを果たすために、こうして説明責任を果たす場に出てこられております。と、まあ、とししててですね、えー、当捜査としての 今般の問題の責任、えー、また、宏池会の代表だったときのです、ねえー、この責任も併せて総裁、えー、ご表明いただけたらありがたいと思います以上岸田君、はい、あの自民党の派閥の政治資金パーティーにおいて、宏、え、池、ー、会を含めて、えー、政治資金規正法違反の この不透明、そして、えー、不適切な会計処理が指摘をされている、まあ、そのことによって、国民の皆さんの厳しい目が注がれている、政治不信を招いている、まあ、このことについて、えーまあえー、自民党総裁として、えー、強い危機感を感じ、お詫びを申し上げているところでありますが、あのー、平成以来、先人たちが、 政治、改革、さまざまな取り組みを続けてきた、それにもかかわらず、今回の一連の事態が生じてしまった、このことを改めて重く受け止め、そしてお詫びを申し上げる次第です。そして、宏池会の会長としての責任についてもご指摘がありました。私も宏池会の元会長として、宏池会も今回、厳しい指摘を受けていること。 これを重く受け止めなければならないということで、お詫びを申し上げ、そして説明を続けてきているわけでありますが、その上でけじめとして、今の、当時のこの派閥の役員とも相談した上えで、宏池会自体を解散することを決断した、こういった次第であります。そして 今、厳しい目が注がれているのは、宏池会だけではありません、自民党全体に対して厳しい目が注がれているわけでありますから、自民党総裁として、再発防止策をしっかり実行するとともに、実態を把握し、説明責任を果たし、そして政治,政治責任についても、党として判断をしていく、こうした取り組みを進めることによって、 えー、この政治の信頼回復に努めていく、その先頭に立たなければならない、このように感じております会<長>和尚君、えー、国民の皆様方、やっぱりどのようにして、どうして、その裏金、いわゆる裏金作りが始まったのか、そしてそれがですね、えー、どういうふうに使われてたのか、大変関心をお持ちであります。 でそれを踏まえてですね、党総裁としてどう再発防止をしていくのか、極めて大事な点であります。この点につきましてもお聞かせいただきたいと思います。岸田君、あのまず今回の、えー、事件はあ派閥のま政治機パーティーを舞台として、えー、生じた事件でありますので、えー、このま党のま派閥ううを お金、資金と、それから人事、これからり完全に切り離すこと、これがまず求められるということで、政治資金パーティーを全面、派閥の政治資金パーティーを全面的に禁止するなど、取り組みを行ったわけでありますが、加えてこの、その会計責任者のみならず、政治家本人の責任、 ということについてもしっかりと追及されるようにしなければならない、そういったことから、党規約、党の改正に取り組むことを行う、すなわち自民党としてまずできることを、再発防止として具体化し進めていくわけでありますが、併せて法改正が必要な部分。 政治資金規正法そのものの改正、これにも踏み込まなければならないという問題意識を持ち、そのためには、まずはこの,この,この政治資金につきまして、この先ほど言いました、会計責任者だけではなくして、政治家本人の責任をしっかりとこの追及、確認できるような、 この仕組みを法律の上においても実現するということ、さらには、この外部の監査の目をしっかりとこういった会計に導入しなければならないということ、さらにはデジタル化等を通じて政治資金の透明化、見える化、これを進めるということ、この以上、3点については法律改正ということでしっかり取り組まなければならない。 ここうした議論を進めているところでありますぜひこれらを具体化し、実行することによって、政治の信頼に向けて、えー、歩みを進めていきたいと考えています和尾君。総裁あの、国民はですね、やっぱりあの、まあ、今、多少あのご答弁の中にもありましたけれども、まあ、いざとなったときにですね、 えー、政治家は秘書に責任を押し付けて、ですね責任を取らないんじゃないかと、こういうですね国民の皆さんの疑念もあり、そしてそれはまあ私はもう国民の皆さん、怒ってるというふうに思っております、えー、やっぱり国家を担う政治家が、ですね一大事に臨んで、ですね一緒に責任を押し付けるようでは、これはやっぱり信頼が成り立たないと。 えー、確信するものでありまして、そういう意味から、ですね具体的に、えー、連座性、これについての考えをです、ね、総裁からお聞かせいただきたいと思いますあのまず政治資金が政治資金規正法によって、えー、この取り扱われる、えー、法律が守られる、これはまあ当然のことであり、これ、法律に違反した場合には、まあ、厳正に、 厳正な対応が行われるこのことによって、この違反の抑止力につながる、こうした考え方は重要であると考えます。委員のご指摘もその部分であると思います。その部分について、先ほども少し触れさせていただきましたが、党内の取り扱い、これは当然のことでありますが、法律を通じて、 この取り組みを進めなければならない、すなわち、この一定の悪質なこの場面においては、この会計責任者のみならず、この政治家本人も責任を負う、まあ、こうした法改正を行うことが重要であると考えて、今、党においても、この具体的な制度設計の議論を進めているところであります。 法律改正でありますので、これは各党の皆さんとも議論し、合意した上で、法改正を実現していかなければならないと思いますが、自民党もこの問題の重要性をしっかり認識をして、法改正を今国会のうちに実現できるよう、この作業を進めてまいりますしよ君,君、えー。総裁、んなくばたたずであります。えー、私ども生まれ変わらなければいけなけいいと その思いは一緒であります、えー。ぜひですね、私どもの先頭に立ってですね、しっかりとリーダーシップを取っていただき、えー、有言実行の政治に邁進していただけたらと存じます。以上で質疑を終わります。ありがとうございました。次に。